皆さん、こんにちは。今日はですね、Amazon で、USB のハブを買いました。これですね。ポートはね、3つついているタイプで、USB 2.0、3.0は出ないんですけど、こういう小型ので、こう回転するんですね、90度。こうやって回転して使えるんですね。タブレットとかノートパソコンにちょうどいいんじゃないかと思って買いました。値段は500円ですね。購入した理由っていうのは、私が使っているね、このタブレットなんですけど、これマウスコンピューターのタブレットです。で、電源が差し込み、マイクロ USB は1個。で、もう一つね、USB の差し込みが、1個あるんですけど、これはね、今使っているのが、マウスのレシーバーと Wi-Fi の 11AC の Wi-Fi ですね。はい。そういうところでデータを転送するための配線ですね。携帯電話を充電するとかね。データ変装するとかね。1個だとこういうのが使えないんですね。で、ハブ欲しかったんですけど、こう、100円ショップでもね、こう伸びてるやつあるんですね。配線が伸びてる。線で伸びてるやつですね。で、電車の中使うときに、これね、ブラブラしちゃったり、外れたりするんですけど、これね、外れないです。ね、こういう首がね、ブラブラしてないので、これはそれはいいかなと思って買いました。で、こういったね、回転して使える。ね、で、こうスピーカーがあっても音が悪くならない。まあ、これ使わないですけど。ということで、まあ、そもそもね、1個ね、最近買った、11AC ですね、の Wi-Fi のチップですね。これはね、すごいいいんですよ。図書館行ってもスピードはもう最高に速い。ね、私が行く国立国会図書館とか日比谷図書館、それから、ですね、港図書館、これはね、全部、5GHz 帯だったら速くなるんですね。従来の 2.4GHz 帯だと遅くてね、全然使えないんですね。で、横浜の私が行く並木の図書館、地区センターも 5GHz 帯のみ使用なので、完全に 2.4GHz は使えない。なぜかっていうと、2.4GHz っていうのは医療機器と干渉してしまう。ね、で、病気の患者の方に迷惑かけてしまうんで、まあ、社会上のモラルとしてちょっとどうなのかな。電車の中で、シルバーシートの周りで、携帯電話いじってる方いっぱいいますけど、電源切らずにね、これね、まずいんじゃないかなと思います。で、これからは 11AC で 5GHz 帯でね、そういった医療機器に干渉しない帯域を使うということが、社会人として必要なのかなと思って買いました。で、それを1個使うと、もう待ってしまうんですね。そうするとマウスとかも使えない。まあ、Bluetooth 使えばいいんじゃないかなって話ですけど、Bluetooth のマウスってやっぱり高いんですよ。ね、やっぱり2000円ぐらいしちゃうので、まあ、300円で買ったダイソーのレシーバータイプのやつを使って、専用レシーバータイプを使ってます。はい。ということでね、これね、とても便利ですね。で、まあ、Wi-Fi もね、従来の BGN 信号だと危ないですから、11A か 11AC ですね、が使える、このですね、Wi-Fi チップをですね、有効に使うためにも、これを買いました。今のところね、快適です。はい。どこの図書館でもまず使えるのと、高速ですね。今までこの本体についている11BGN だとね、遅くてね、YouTube 見ることができない。それからデータをアップリンクすることも、ね、アップロードできない。ね、せっかく出先でね、動画をスマホで撮ってもですね、家に帰らないとできないとかね、そういうことがあったんですけど、先でできるということで、11AC はとてもおすすめ。で、それにはこの USB がいるのかなというふうに思います。で、今のところ2、3日使用してるんですが、とっても満足しています。はい。はい、とてもいいものを買いました。以上です。